アローラダイスです。今回はポケットモンスターウルトラサンムーンやっていきましょう。今回はですね、3月2日、今日から始まった輝くウルトラビーストキャンペーンでゲットできる色違いのベベノム、発光のベベノムゲットしてきたので、受け取って実際に先行のアーゴヨンに進化させようと思います。ダイス、発光のベベノム、先行のアーゴヨン、色違いのベベノムをプレゼント。竜の波動を覚えたままレベルアップすると色違いのアーゴヨンに進化するぞということで、キャンペーンの期間は3月2日金曜日、今日から4月の9月曜日までの間です。対象のお店でもらえるシリアルコードをウルトラサンムーンのソフトで読み込んで、それでゲットができます。セブンイレブンでシリアルコードを私は受け取ってきたんですが、全国の、セブンスポット設置の店舗で任天堂ゾーンにアクセスをして1日1回シリアルコードを受け取ることが可能です。ただ複数のシリアルコードを持っていても1つのソフトにつき1匹しか受け取ることができないので、1匹ずつということになりますね。ウルトラサンとウルトラムーンどちらも遊んでる人はシリアルコードが各ソフト1個になるので2つ必要になりますね。私もウルトラムーンとウルトラサン2つで遊んでるのでシリアルコード2つもらってきました。今回はウルトラムーンとウルトラサン、もらったベベノムが性格とか違うのかどうかっていうのも見ていこうと思います。あとはですね、ウルトラムーンでベベノムは通常ベベノムが図鑑登録になってるんですけど、アーゴヨンに進化がまだなので、今回もらった先行のアーゴヨンで図鑑の登録をしていきたいと思います。説明文とか違うのかな、ちょっとそこもね気になるところですよね。あとはジャッジ、違いがあるような気がします。はい、ということで実際に受け取ってみます。色違いのポケモンで図鑑の登録をしたことがまだないので、なんかついてたりもするのかもしれないですよね。まずはウルトラムーンで色違いのベベノム、発光のベベノムを受け取っていこうと思います。こんばんは、不思議な贈り物が1件届いています。受け取りますか？受け取ります。あ、手持ちのポケモンがいっぱい、これやっちゃうんだよね。置いてこよ、もう OK、受け取ります。はい、ベベノムを受け取った。私がもらったベベノムは性格とかどうなんだろう、実際に見ていこうと思います。ベベノム、はい、ベベノム親がウルトラになってます。性格が控えめで特性はビーストブーストですね。持っている技がベノムトラップ、悪巧み、毒づき、竜の波動。もうすでに竜の波動覚えてるのでレベルアップすればアーゴヨンに進化しますね。最高がこの1でした。 3V 平均以上の能力、これみんな一緒なのかな、なんかここは違う気がしますよね。性格は控えめだけなのかな。ウルトラサンでも受け取って比べてみようと思います。はい、こちらがウルトラサン、受け取ってベベノム、ウルトラムーンは控えめで最高の位置がさっきのとこだったんですけど、お、ウルトラサンでも性格は控えめでした。持ってる技は変わりないですね。ジャッジどうなってるのかな、ジャッジ、あ、やっぱり最高の位置が違いますね。平均以上の能力は一緒なんですけど、攻撃、防御、素早さが最高になってる 3V の子でした。皆さんはどこだったんだろう。このベベノムがストーリー中受け取った通常ベベノムです。性格がね、のんきの子だったんですよね。で、この時の子は確か持ってる技変えてないはずなのでレベル40でここになってます。ちなみにジャッジはこんな感じでした。
今回のキャンペーンでもらえるベベノムはまだ泥口チョ振られてない状態なので、振りたい方は一番最初に振るのがいいのかなと思います。私は特に振らずにそのままレベルアップさせて考えようかなっていう派なので、今回は先に1レベルを竜の波動も覚えてるのでね、アップすればアーゴ用になるので行ってみましょう。なんか久しぶりなんでウルトラホールの中で進化させようと思います。なんか行くのが久しぶりっていうわけじゃないんですけど、どうもですね、私はやっぱり悪事キングまでたどり着かないまだ出てないんですよね。結構遠くまで飛ばしてるんですけど、5セットか行っても白色の20オーラ出会ってません。もうそろそろいいかな。今回は赤20に入ってみます。色違いのポケモンかなりゲットされてる方もいると思うんですけど、私はまだ出会ってない色違いが多いなぁまた時間を見つけてこっちの色違いくんたちも全部取りたいな。せっかくなんでね、メガヤンマは確かもう持ってたはず。ということでこの子を倒してレベルアップさせようと思います。レシラも一発でいけると思う、多分。はい、オッケー。これで上がるかな。あ、レシラムが上がっちゃった62。うん、ベベノムも41になりました。ドクドク、これはどうしよう。でも思い出しで後でいけるからいいかな。ここってこの位置でレベルアップさせた時に竜の波動を忘れたらアゴヨにはならないとかそういうのがある？ちょっと怖いのでやめときます。たー、これで白いアゴヨに進化します。嬉しい。もしかしたらストーリー中に白の色違いペペノムゲットされてる方もいるかもしれませんね。アーゴヨに進化した。でこのまま多分図鑑登録になるね。やったー、新しく図鑑に登録されます。これでこのページが埋まりました。登録完了。かなり通常色と色が違いますね。図鑑も 84%。 もうちょっとなんだけど、まだまだね。あれ、図鑑の下のところ、アーゴヨンのその下、色違いだと星マークつくんですね。あ、知らなかったウルトラベーストの一種。この流れ、毒とドラゴンだからあれかな、腰から上はドラゴンっぽいよね。ということで今回ゲットしたベベノムで図鑑を登録できたので実際に使ってみたいと思います。エアーカッターを覚えたい。どうしよう、エアーカッター、竜の波動強いからちょっとここにも入れたくないので、今回はそのまま覚えないでおこうかな。あれ、また毒毒ここでも出てくるんですね。へえ、そうなんだ。入れてもよかったかもしれない。はい、経験ポン終わり。あ、どんな感じかな。白のベベノムで技を打つの初だし、ベベノムもね今までアーゴヨンにしてなかったから、アーゴヨンの技見てみたい。アミフラシ、あ、なんか鳴ったレシラムから変えて行け。アーゴヨン、あ、星マーク出た。蓄えてるからこの隙に打ちたい技、何がいいかな。
毒付きしてみよっか。毒付きをした。おお、これ飲み込んだ。回復しちゃった。いや、やられた。全開じゃない？だよね。どうしようかな。竜の波動使ってみます。竜の波動かっこいい。でも見た目竜っぽくないといえば竜っぽくないけど、アーゴヨンは私はね、翼が好きなんだよね。なんかあのドラゴンって感じ。竜の波動で、オッケー、フェリッパを倒した。やっぱり色違いの子、キャンペーンでもらえるっていうのはめちゃくちゃ嬉しいです。普段色違い出ないからな、私。ということで、今回はですね、発酵のベベノムプレゼントキャンペーンでゲットできる白の色違いのベベノムをアーゴヨンに進化させてみました。通常ポケモンじゃなくて色違いのポケモンがキャンペーンでゲットできるのはめちゃくちゃ嬉しいですね。今までのだとグラードン海洋画は色違いのキャンペーンでゲットできたりっていうのもありますよね。今後も増えていくと思うので、またチェックしていきたいと思います。はい。あ、かわいい。下行っちゃったけど。最後までご視聴ありがとうございました。まだの方はチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。 Twitter もやってます。URL が概要欄にありますのでフォローお待ちしてます。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。 See you!